在するノルマの話をしよう。 90% 以上夏期講習の受講届を回収しなさい。これ大手もありますか。これがきついんです。ノルマを達成しなかったらどんな罰を受けられるんですか。どうだよ、始まりました、ムテチャンネル。さあ、今回はですね、さあ、再び平野さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。はい、今回も塾の闇を暴露するということではい、そうですね、闇っていうふうに言われたんですけど、はい、今日はあの塾に実際実在するノルマの話をちょっとしようかなと。はあ、出ましたね。まあ、塾といえばノルマ。そうですね、塾といえばノルマだぞ。はい、ノルマで全てことが運んで胃に穴が開いたりするわけですよね。そうです、胃に穴が開いたり、まあ、ボーナスも決まったりしますからね。私の、まあ、まあまあ周りというか一緒に働いてた、まあ、上の方々ですね、うんうん、僕はもう大学生でっていうふうに見てきて、うんうんうん、いろんな人が穴開いてましたね、胃にだと思いますね。それはやっぱね、ノルマがあるからなんで。はい、じゃあその話をしていこうかなと思うんですが、一応ちょっと前提として言っておくと、はい、転職エージェントにもいまして、はい、一般企業を見てきたんですけど、普通に一般企業にもノルマっていうのあります、うん、あの公務員にも、ね、あったりします。特に啓発官とかはすごいノルマがあったりしますよね。そうですね。それと同じで塾にもノルマがありますよっていうだけの話なの で、 そうです、ね、いきなりね、白バイがブーンってきてね、逮捕されるのはノルマがあるからなんですよ。あれそうなんですね。本当にスピード違反の切符切るみたいなレベルでもノルマがかかってると切りますから、まあ、そういうのと同じで、まあ、塾にも結構厳しいノルマっていうのがあるんで、塾をディスるっていうか、まあ、真実を知ってほしいっていうことで、うん、まあ、今日話していこうかなというふうに思ってます。なるほど。武田塾国立校にノルマはつけておりません。はい、そういうのよく知っておりますんでね、はい、だからつけておりません。はい、じゃあまずいきましょうかね、はい、塾にはですね、夏期講習、冬期講習、春期講習になると、はい、通常で取ってる講座とは別に授業を取ったりするっていう制度がありますよね、はい、講習、いわゆる講習ですね、うん、で、この講習が塾の経営の母体を支えているので、そうですね、例えばなんですけど、5月に在籍している生徒数から 90% 以上夏期講習の受講届を回収しなさいとか、うん、95% とか、うん、もう基本 100% みたいな、うん、ノルマをつけてる塾っていうのはありますね。100人いたら90人夏期講習受けなきゃいけない。そうですね、 90% が90。しかもこれのどこの塾もそうだと思うんですけど、5月に在籍した生徒から夏期講習の受講届を回収する、はい、9月に在籍してる生徒から冬期講習の回収をするって感じなんで、うんうん、途中で生徒が抜けちゃっても、はい、分母変わんないですよ、うんうん、そうですね、そうすると回収できる分子がどんどん減ってくるんで、はいはいはい、これノルマを達成できないみたいなことが起きたりします。これ大手もありますからね。大手だとないんじゃないのとか思ってるかもしれないですけど、うん、いや大手も必死ですよ。だからこの夏期講習進めてください、先生ですよね。このクラス夏期講習の率が少ないんでとか、うんうん、講座数取ってる平均が低いんでとかっていうのが大手でも言われます、普通にですよ、ね、先生たち。じゃあ、まあ大手から中堅までは確実にあるノルマだと、はい、まあ、言えるのかなと思います、うん。あと二つ目は、夏期講習の、まあ無料体験とかも含みなんですけども、冬期講習もそうですけど、うん、まあいわゆる講習生を何人集めなさいっていうノルマですね。はいはいはい、これは校舎によってもちろん大規模なとこから中小まであるんで、人数は変わってきますけども、はい、その数を追わされるっていうノルマがありますね。辛いですね、あれね。あれ辛いですね。取り方大きく2個あって、はいはい、いわゆる純粋な問い合わせですね。うん、いわゆる CM 売ってるとか、広告売ってるとか、はい、新聞折り込み入れたとか、うん、そういうもので来る問い合わせと、あとは中にいる在籍生、講習生からの紹介で、はい、そうですね、まあ、いわゆる友人紹介みたいな形で数を取っていくっていうノルマがあります。はい、そうですね、これがきついんです。そうなんですよ。大変なんです。多分これが一番きついんじゃないかな。だからうちは、ノルマを貸しております。集めるの大変ですからね。まああとは大きいとこだと模試があるんで、うん、模試を使って電話かけ、ね、模試で得た情報で電話かけ、そうですね、っていうのができますよね。そうですね、模試も無料で受けれますよみたいな感じにして、いわゆる個人情報もらって、うんうん、でも誓約書の中には講習とかの勧誘をしますみたいなふうにちっちゃい字で書いてありますよね。無料って意味があるんです。そうそうそう、何かで回収してるんですよ。3つ目のノルマですね、はい、これはですね、入塾率です、ね、はい、いわゆる無料体験とか、その後に入塾した率どれぐらいかっ
っていうのを見られたりします、はいはいはい、もちろん塾によってパーセンテージは少し違うと思うんですけれども、うんうんうん、まあいろんな話を聞く限りだと7割ぐらいのところが多いかなっていう感じがします、はい、すごいですね、うん、はい、とりあえず体験だよ、気に来なよみたいな感じでやると入塾してくれなくて入塾率が悪くなるんで、やっぱちゃんとサービスを売ってで無料体験を受けてもらう、うん、で授業もちゃんと受けてもらう、うん、自学自習もしてもらう、その上で入塾をしてもらう、うん、その入塾率が何パーセントですか、うん、みたいなのを見られています、うんうん、これもちょっと一概に何パーがいいって言えなくて、はい、大規模な校舎だとどうしても面倒見れる濃さが変わってきちゃうので、はい、少し大規模校舎は 60% 台まで落ちちゃったりしますけど、うん、小規模校舎だと綿密なフォローができるんで 90% とかいったりすることもあります、うん、このノルマは意外と大丈夫な人が多かったなっていうイメージです、僕は、はい、なので、まあ、さすがに 100% とかは本当に数年に何か1回とかそのレベルですけど、はい、80%、90% だったら教師長とか校舎長に力あると結構いけるかなっていうイメージですね、まあ、そうですね、その需要があってもね、来てる状況なんで、そこは大きいといえば大きいですね。来たくてっていうか、もう塾行かなきゃって思って来てるわけですからね。だからまあいわゆるそれでパーセンテージ下がる理由としては、まあ、何箇所もね見に行く人っているんで、いますね。その場合っていうのはね、どうしてもどれか一つになるわけで、そうです、ね、どれか一個に行けばどれかは下がるっていう状況にはなりますけどね。だから周りのその塾との戦い方にもなると思うんで、うん、周りの塾の情報とか、いわゆる金額とかサービスの質とか何やってるかってのをよく知っておかないと戦えないですよね、うん、ってのがあるんで、その辺弱い校舎長とかはやっぱりちょっと率下がっちゃうかなっていうイメージはあります、うん、で、はい、さらにはね、多いところだと同じ予備校同じ塾が敵になったり、ね、駅のこっちとこっちにあるみたいな、東進衛生予備校と東進ハイスクールでどっち行くとかで、うん、同じ駅にあったりしたりとか、河合でも河合塾学びすと河合塾があったりとか、はいはい、中堅塾は基本的に近くに大手の予備校があったりするとめちゃめちゃ難しくなるというか、なるほど、こっちに誘導するのがかなり難しくなったりするんで、うん、まあそういうのも込みで7割、6割から7割ぐらい、まあ、授業の質で勝てなかったりしますからね、やっぱりね、そう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 。そして最後が退塾率ですね。あ、はいはいはい、やめちゃう方ですね、はい、これ実はちょっとからくりがあって、はい、5月の在籍とか9月の在籍数から例えば 95% 回収しなさいって言われてるんで、うん、5月末とか6月末で辞めそうな子を夏期講習末まで引き延ばすとするんですよ、はいはいはい、塾って。なるほど、夏期講習終わったら辞めてもいいみたいな、うん、ただ夏期講習末にも退塾率がこれぐらいに抑えなさいっていう数値って出てるんで、はいはいはい、在籍生に対して 2% とか 4% とかっていう風に決められてるんで、うんうんうん、まあ、基本的には退塾させないでずっと継続して通わせることが必要になってくるノルマ、なるほどですね。 なので突然夏期講習末に退塾率 15% ドーンって出ちゃう、はい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 、教室とか、うん、そういうところは過去見たことは何度もありますね、うん、なるほど、まあ、同じようなものとしてはその退塾率っていうのとつながってるのは継続率っていうのがありますね。1年生か2年生、うん、2年生か3年生とかっていうのの、うん、あれもノルマはありますね。だいぶガンと課されてるところにいたこともあるので、あ、 そんなに厳しく課すかって思ったことあったんで、まあ今はなき早稲田塾とかねいやいや、まあまあありますけど、 あるまあありますけどめちゃめちゃすごかったです、あれは。継続率がむちゃくちゃ、講師の評価がすごい一応引き締めてました。へー、なるほど。で、高3やってる人は合格率なんです。合格実績がそこに入ってて、高1高2をやってる人は継続率がそこに、評価基準として。あー、なるほど。さあ、じゃあみんなが聞きたい、そのノルマを達成しなかったらどんな罰を受けられるんですかいたところ罰の塾じゃないですか、いわゆるね。あ、この間もね、うん、そうですね、誰が握ったかわからない飯を食べさせられるというありましたね。ありましたけど、後者達成できませんでした、ノルマ、はい、どうなるんですか、このノルマがみたいな感じで、はい、もう達成見込みみたいなのって、はい、8月の中旬ぐらいにもう出るんですよ、はい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 、もうこの子は入塾するかしないか、うん、でそもそも講座何取るのか、金額はいくらぐらいなのか、でこの子は退塾するのかしないのかっていう報告って大体8月の半ばぐらいに全部1回上がるんですよね、うんうん、その時点でこの校舎達成します、しません、ギリギリですなると、まあ、ギリギリからしませんの校舎っていうのは基本的に休みがなくなる、なるほどなるほど、要するに入塾意思が低い子に日曜日来させて
補習して入塾意思を上げろとか、講師が本来休みの日に、まあ、教室に来てもらって、うん、学校のテストの対策の授業を特別にしてあげるから、それで入ってくれと交渉するという、うん、要するにその馬車馬のごとく働かせて なんとか入塾を取りに行く、退塾を防ぎに行くっていう動作を取る。それでもダメだったらどうなんですか。例えば達成無理でしたってなると、首は飛ばないんですか。あ、首は飛ばないですね。まあ今ね、正社員なんで最近、はい、社員は切れないんでね。そう、飛ばされるんですか。あ、飛ばされることはあります。ちょっと僻地みたいなところに、まあすぐはないんですけど、翌年から飛ばされるとか。なんだ、出向だ。そう本当にそんな感じです。あと同期はみんな出世してんのに自分だけ出世できないとか、 あと年に1回やる昇給ですね、がゼロ。なるほど、そういうのがノルマの怖いとこなんですね。そうですね。ということで、塾の先生たちはこれらのノルマで苦しんでます。苦しんでます。だから塾の先生、ただただ教えてる講師じゃなくて社員になるっていうのは、うん、それぐらい大変なことなんです。そうですね、うん、その代わりボーナスはバンって出たりします。なるほど。その人数とか率によってガーンと出たりするんで、うんうん、なるほど。決して救われない面だけではないよ。飴とムチ。そうです、飴とムチですね。でも僕が結局見てたのはやっぱりですね、胃に穴が開いたり髪の毛が抜けていったり、うん、やめていったりする人が大半でした、うん、なるほど。まあそういう業界でございますが、まあ上がった人はね、本当にボーンと、そうこで達成していった人たちはもう本当上に出世してる。そう、逆にすぐ上がっていくんですよね。で、まあすごい出世して、で、年収いくらでしたっけ。いや、僕全然出世してないです。僕教室生まれだったんで、ね、営業でね、すごい。あ、そうだ、上行くのをやめたんですもんね。やっぱりそれはブラックだったからってことね。そうですね。今回平野さんにそういうことをちょっとね、塾の大変なノルマ、塾の先生たちとこういうので苦しんでるんですよ。じゃあ次回はそうですね、塾の講師のスキャンダルについていきましょう。わかりました。OK です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。出ます。